こんにちはシークエンスアイトモです、えー、今日の動画はですねいつも僕がサロンで出しているような内容の動画をちょっと特別に、えー、こちらの普通の YouTube チャンネルの方でも出そうかなというふうに思いますまあ、歯に着ぬ着せぬ言動を心掛けているつもりではあるんですけれどもまあそれでもね やっぱりちょっとかっこつけてしまってたりとか、えー、なんか言葉をすごく選びすぎてしまって本当に伝えたいことっていうのが伝えれてないなっていう動画とかも振り返るとあったりするんですよね。えー、そういういのをちょっっっと取っ払って 嫌悪感が抱く人もいるかもしれないけれども、まあ、僕の思っていることがそのままストレートに言葉として伝わるようにっていうのを心がけているのがまあサロンなのでそれを今回はそんなスタンスでねお送りしたいなというふうに思いますなので基本は無編集でお送りしたいと思っています。 今日お話しする内容をまあ、始める前にですね、昨日コラボを撮影をし、そしてアップさせていただいたタックとのコラボですね。えタックが2023年に最も印象に残った都市伝説を語ってもらおうという動画、こちら見ていただけましたかね。まあ、彼が2023年200万人を突破するというところまで行けた理由、えそしてメンタル面、まあ、運気が。 なぜ上がったのかという理由について話してもらったような内容になってるんですけれどもまあ詳しくは本編見てほしいのですが彼が何を行ったかっていうとイグ・ノーベル賞に輝いたある実験をもとに とにかく人とは違うアブノーマルな行動というのを取り続けていこうというのを実験してみたそうなんですね。えー、要は自分が人と同じ歩き方をしているよりも人と違う歩き方行動をとった方がその延長線上に運があるのではないかというのが まあ、実験レベルで証明されたので彼が1年間かけてそれをやってみたそうなんですで,で結果、まあ、もう本当に一目瞭然ですけれども200万人突破していたりとかね、まあ、お給料面も多分上がったんじゃないですかね分かんないですけどでも再生数とかが登録者数が上がっていれば上がっているほど、えー、結果がコミットするのは当然だと思うので多分全体的に運が上がったと思うんですよ。で僕も、まあ、無意識ながらそういうことを意識はしていたので実感するんですよね「アブノーマルな行動の先に運が待っている」と。 いいうふううふなことっていうのはすすごく実感するんですでこの辺をちょっとかいつまみながらいろんな角度で今日はお話しして2023年のまあ一旦の締めと明日も動画上がるんですけど一旦の締めとしたいなというふうに思うのですが「アブノーマルな行動というのはは基本的には人かから叩かれますあんたそういうことやったらルール違反だよ」とか「そういうことやると規律が乱れるんだよ」「あなた変なんじゃない?」いろんなことを言われてしまうのが アブノーマルな行動です普通というのは日本語訳でノーマルですよねまあ、ノーマルが普通という意味なのでみんな普通に合わせていた方が楽なんですよ普通というのは何を指しているかというと分母数が多い方を指しています例えばですけれども日本というのは民主主義なので、えー、多数決で何でもかんでも決まっていくという座組に基本 的にはなっていますもちろん癒着だったりとか政治交渉だったりとかっていうのがあったりはするけれども基本ベースとしては多数決ですその多数決の中で多数に属している人っていうのは誰かが作り上げたルールの中でそのルールが正しいんだと思い込みそのルールーを信念ととし生きている人がほとんどです無意識のうちに誰かに操られているマインドコントロールされているどこかの誰かの手駒になってしまっている人というのがほとんどです。その人たちは 至って真面目です真剣に生きています今できることを一生懸命やっているはずだけれどもそれはルールという枠組みの中でやっているに過ぎないここに気づけた人間というのはアブノーマルつまりは普通ではない行動を取らないといつまでもこの平均化平凡化された人生から抜け出すことはできないんだということに気がついていく平均化平凡化された人生というのを 土正面から望む人といいうのは実は実あまりいません日本は特に比較対象として失われた30年間というのの前バブル期ですね、えー、そういう時代を生きてきたおじさんおばさんはいいよなというふうなことを言い始めて今はさ社会保険料でこれだけ取られて年金でこれだけ取られてとか俺たちの手元に残る金額ってこれしかないんだぜっていうふうなことでブースかブースか政治とかに文句を言ったりしていますけれどもよく考えてくださいよく考えてもらえればわかるんですけれどもまあこれはね まあある程度嫌悪感を持つ人もいるかもしれませんがデモ活動が行われている国だったり内戦が行われている国だったり今まさに戦争状態になっている国窮地に追い込まれている国の現状と比べたりとか発展途上中で「明日食う飯も毎日働いてても手に入らないかもしれない国」そこと比べるとだいぶ恵ままれてますよねサブスクはあるしねなんだかんだネットフリックスとかアマプラとかみんな入ってる。 聞いてみるとあ「家族で共有してるんだよね」とか「友達と共有しててかの彼女と彼氏と共有しててさ」みたいなことで「サブスクとか入ってたりする美味しいもん今日は外食でいいっつって吉野家とか、まあ、お弁当だったらほか弁とかあったかくて美味しい食べ物を買ってきて食べれたりする我々はかなり恵まれているんですでも人間なので隣の畑は青く見えてしまうそれは隣というのは過去のことも指しているし 未来のののこことともも指指しししているし別の国のことも指しているその畑が青く見えてしまうからこそ自分たちはこの平均化平凡化された日本社会の中で凡庸に生きていくことというのがすごく不幸なことなんではないかっていうふうに思ってしまうんですね。それででで落落ち込んでいく落ち込込んんいいくく 結局普通の生活ができればいいんだよとみんな管を巻いているんですけれども普通の生活が遅れているにもかかわらず文句を言うんですじゃあ人と違うことをしてみたらいいんじゃないって言うとそれじゃあルール違反になるじゃないかそういうことをやるやつがいるから規律が目立れるんだ真面目に一生懸命働いているやつが幸せになってほしいよね俺たちみたいなさ管巻いて人生が終わっていく そういう風になっちゃうんですよほとんどの日本人はこのメンタリティのまま終わるそしてアブノーマルな行動し始めたやつの足を引っ張り始めるんです今、えー、出役になっている例えばですけれども M1 でもいいですねこの間行われて M1 グランプリでもいいし、えー、他スポーツでもいいし何かエンターテインメント YouTube でも何でもいいんですけれども人が何か 自分にはできないこと自分だったらやらないことっていうのを表現としてやっている時にブブースかブーススかか文句を言っていいいますすよよね、まあ、食べ物の味でででももなんクレームっていうのが日本っていうのは結構多い国ですけれども、えー、もっとこうした方がいいのにああした方がいいのにこんなしょうもないことやっててさみたいなことでアブノーマルな人間の人生に対してブースか文句を言って何かマウントをとっていくということで心の安定を求めているという人が非常に多いんですよね。で そういうことを言っている人たちというのははっきり言います絶対に幸せになることはありません今年いろんなところでちょこちょこと話していますが幸運は天から降ってくるものじゃないですお金は天から降ってくるものではないし幸運というのも天から降ってくるものではない縁出会いというのも天から降ってくるものではない自分が行動した先に どこかに転がっているものなんですただそれはどこに転がっているかは誰にもわかりません人の縁も運もトライアンドエラー何百何千何万何兆というトライアンドエラーの中に一つぐらい転がってるかもねっていう程度なんです人間一人にできることなんかマジで大したことないんです俺は一人で頑張った一人で成り上がったんだっていうやつはまるで呪われているかのように転落していくでしょ そうじゃないんですよ人っていうのは結局出会いと出会いの中で何か一つの幸運っていうのを見つけれたらそれで最高だよなっていうのが人生というものなんですよ結局のところ。奴隷化された人生に満足して あのこれ嫌な言い方になってるかもしれないけど人間って根本として奴隷化されてる方が楽なんですよ。それは何でかっていうと過去歴史を遡ると分かるけれども特権階級の人は1割以下であとの9割以上の人っていうのは奴隷化されてたんですよ全世界で。日本っていうのはそれでもかなりマシだった方だけれどもそれでも社畜化奴隷化されてきたっていう人生がずっとあったので歴史上ね。なので奴隷化された人生を歩む方が精神的には実は楽なんですよ。 だけどそこに不満を持ってしまったりしてくだまくっていうことが始まってしまってじゃあアブノーマルな行動をとってみればっていうとそれはできませんっていうふうになってしまうっていう縮図っていうのは歴史を振り返るとなんでこうなったのかっていうのは一目瞭然なんです。だけれども現状はそういうところに立たされてしまってるんですよ僕らっていうのはね。でもそんなことしてたって意味がないんですよ。 自分はは一生懸命頑頑頑張張張っっってててるるこれは当たり前なななないいい人んんんかいないみんな頑張ってるんですよ僕だって頑張ってるし周りの人たちみんな頑張ってる一生懸命熱く飯の種稼ぐために駆けずり回ってる人生を歩んでいる人たちっていうのはみんな頑張ってるんですどんな働き方をしてても大事なのはどう頑張るかってことなんですどう行動するのかっていうことがものすごく大事なんです タックが話していた人とは違う行動を取っていった結果、結果に結びついていった。これは分解して喋るといろんなことが言えて、例えばなんですけれども彼は言っていました、2021年、2022年よりも動画の編集作業および動画の中身を考えられる時間というのは少なかったと。3分の1程度に減っていたのではないかと言っていました。にもかかわらず登録者数が最も伸びたのは今年2023年だったと。 それは何でなのかというと彼にとって2021年2022年を通して動画をを作ってていいいくく人々を自力で楽しませていくととうことはやっって当たたり前ななことになったんですよやるのが当然であるやって当たり前だこれをやっていくにあたってそれをやっていくのは当然とした上でさらに何をやっていこうかっていうのを自分で足して足して努力していったってことなんですよ。で 周りの人間っていうのはバカじゃないんですよだから彼がライブとかイベントとかにどんどん参加しているにもかかわらず動画の更新頻度が落ちない編集の中身っていうのも凝っている何だったら「t h e t ィービ v というもう一つ実写チャンネルっていうのも始めているその苦労というのは目に見えてわかるだけれども歩みを止めないどんだけ頑張ってんだよって話でしょ大事なのは ここここで彼がどれだけ頑張っているかに気づくことができた人っていうのは自分も伸びることができるんです。いいよな人気あるやつはなんか最近調子いいよね。おいおい調子乗ってんじゃないのそんなふうに言うやつは一生奴隷です殻を破ることはないです。 ずっと同じ枠組みの中にいて人生を終えて死んでいきます彼がどれだけ頑張っているかっていうのが彼の行動したことによって目に見えて理解できた人っていうのは同じ志で動こうというふうに自分自身で思えるんですよやってみようってあいつあんだけ頑張ってんだから俺なんかまだまだ頑張れてねえよって思えるんですよそして そう思える人あいつすげーなって思える人としか彼と関係性を続けていくことっていうのは多分できないんですよこれは分かんないです別に彼に現地を取ったわけでもないし今僕が妄想で喋ってますけれどもその彼の心についてはねでもまあタックの立場からして 楽して登録者上げちゃってさなんか最近気よしいいみたいじゃんみたいなまるで運が天から降ってきたみたいな見方しかしてこないやつとつるみ続けるかっていうと俺だったらしないしまあ自動的にお仕事関係として排除されていくと思います。なので関わわりを持ち続けけることっってていいうのは難しくなっていくなですよねでそこに気づいて同じように頑張っていく人っていうのは例えば登録者という見え方じゃなかったとしても。 ものの成果の出方が結果の残し方っていうのはさまざまな在り方があるのでどこか別角度でもいいから何かで結果が出始めるはずなんですよ。そこにまた彼もそして周りの人の努力に気が付いていく人たちそしてそれに感化されて自分も努力しようと積み上げていってそれを共有できる人たちっていうのは世間的にはアブノーマルっていうんです。 アブノーマルなんですよこうやって噛み砕いて言うとなんて素晴らしいんだろうと思うでしょでもこれは世間的には行動を客観視して見てみるとアブノーマルと言われてしまうんですよ。そしてその人たちっていうのは嫌みなく人にアドバイスをしたりとか。 もうちょっとこうした方がいいいんじゃないこうするとよくなるかもよああじゃあ今度一緒にこういうふうにやってみようよ意見を交換してお互い成長し合っていってどん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 人として大きくなっていくことができるでもそれはねおお互いがお互いいがの背中を見てるからなんですよあいつ頑張ってるもんな俺も頑張ろう俺頑張ったんだ俺なんかが意見していいか分かんないけどでも自分が頑張った成果っていうのの上で こんななな。意見を言っってててみてなんか参考になってくれれたら嬉しいなそれでポンと出してみる。そうすると相手も「ああいつ頑張ってたもんな」「頑張った俺にはそういう発想とか努力っていうのがあったんだ」「ああじゃあ俺それ取り入れてみよう」何の嫌味もなく説教臭くもなく意見を交換していって共有していって一つの大きな種っていうのをみんなで生み出そうっていうふうに行動がまた一つ生まれていく増えていくっていう良い循環っていうのが発生していくんですね。その結果仕事も楽しいんですよ。 ガミガミギラギラ言っていくこともないしそれはなんでそうなるかっていうとお互いがお互いの背中を見てそれを認め合ってるから行動することによって運気が上がるというのにはもう一つ理由があって動いているものの背中しか見なくなるからなんですそして動いているものの声しか聞かなくなるからなんですそして 常にこの世の中で正解を出すのは動いているものです動き続けているものの言葉っていうのが正解なんですなぜならばこの世の中が止まったことは人生で一度もないから地球上の歴史においてこの世の中というのが止まったことは一度もないから地球は社会は世の中は生まれてから今に至るまで止まったことがないんです動き続けてるんです なのに止まった人間の言葉が人に響くと思いますか響かないんですよ。自宅で鼻ほじって管巻いてなんか物をボン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 人にテレビ見ながらでもいいですよなんかコメントとかしながら「おめえだからダメなんだよこんなんじゃよくねえよ」って言ってもそんな言葉に価値はゼロです。ななんんかかご,ご飯買ってきてき 電話でお,いお前のとこの店味落ちたんじゃねえのかこれどうなってんだよって文句言っても価値ゼロです例えば今のことが丁寧な言葉で言っても立ち止まっている人間の言葉っていうのは価値がゼロですはっきり言います過去にどれだけの栄光を残していたとしても過去にどれだけの成果を残していたとしても今立ち止まっている人間の言葉に価値は生まれないんです 高田純二さんも言ってます昔話昔の地盤話をするっていうことはジジイはやっちゃいけないと説教はやっちゃいけないとねセクハラとかもやっちゃいけないとこういうジジイになったら若い子にやっちゃいけない自分より年下にやっちゃいけないことっていうのはあるんだよっていうのを笑いながら言ってましたそれはなぜなのかってことなんですよ歩み続けている人ですらそう言うんですよこれは別に3456780代どの年代にも言えると思います 何か理由があるにしろ歩みを止めてしまった時点で人に意見できる価値っていうのはないんですよ人に優しい言葉でも意見をポンと投げかけてあげる資格があるのは今歩み続けているやつだけなんですそれ以外は求められた時だけ優しくコンパクトに ポンと助言を与えてあげる程度はいいと思いますよ求められてるんだからねでも自発的にああだこうだ言ってしまうっていうことをやってもその言葉に価値は生まれません自分の言葉に価値を生みたいのならば自分というものの価値を上げるために行動し続けてみるそして行動し続けた先には同じく行動した者たちの背中というのが見えてくるから人の言葉がスッと入ってくるようになるんです 人の言葉をまっすぐ受け止められる人っていうのは努力してる人ですこの人頑張ってるなーと思っている人の言葉がスッと入ってくるキャッチボールができるそこで何か新しいものを生むことができるそういう良いサイクルを生み出すことができてるなって自負できた人っていうのはまだまだだって思ってたとしても自分は努力したっていうことを誇ってください今年の2023年は。 そしてそういう関係性がもうないなって思ったあなた自分は立ち止まってたんだな言葉に行動に価値のない人間になってしまったんだな「はいはい」って何でも言うこと聞いてくれるようなうん。 後輩とかね友達とか嫁さんとか何でもいいけれどもそういう人たちにだけ管巻いてて偉そうな顔しちゃってたなっていう人は自分の言葉とか人間的存在に価値がなくなってしまっているんだということを改めて見つめ直した後じゃあ来年どう生きようかなっていうふうに考え直してみると良い新年を迎えるることができるかもしれません印象学的にも新しい年を迎えた時自分自身のメンタルを生まれ変わらせることっていうのは できます誰でもできます。やろうと思った瞬間に吉日です。2023年ももう終わりま,すまあ今日そして明日ぐらいはダラダラ過ごしちゃいましょう。そしてその後年が明けたらどう行動するのか未来の自分の運はどうなっているのかこれは皆さん自身の手にかかってます。僕は 歩みを止めるつもりはないです今いる友達は僕の何倍も何百倍もペダルを漕ぎ続けている全力で走り続けているそんなやつばっかりなんですだから俺なんかが止まっていいわけないと思いながら頑張り続けていきたいなと思いますということで、えー、今年1年間で僕が最も伝えたかったまあ、年の暮れにね 伝えたたたかった話でございました、えー、誰かこの動画の視聴数がいくつなのか分かんないけれども誰か一人の胸にでも響いてくれたら嬉しいなと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。